入れんのか。どういう構造になってるのこれ。あ、向こうが改札だけど、じゃあ6つ目ね。6つ目の青森中駅ですね。駅名表がありますけど、ここから出られるんだよな。そうだよね。ここ出ていいんだよね。あそこに、どうも駅舎っぽいのが、そこに駅舎っぽいのがあるんだけど、いや、こっち降りれるよな。あら。ってことはほぼ無人。一応業務委託っていうふうに書いてあったような気がするんだけど、まあいいや。ということで、宇都宮新幹線かな。な。ここに駅名表示があるし。まあ至って静かな住宅街の中にある感じか。長野市郊外って感じかな。ね、まあ目立ってなんか綺麗な、トイレが綺麗っぽい。ここ入ってって、まあ、本当なんか普通に住宅街の中にある駅って感じかな。スーパーがある。あ、すごいね。私はどうなってるかというと、駅がいた。あんな狭いところに、あれっすよ、あれあれあれ、窓口で 駅員さんがいた。あ、びっくりした。でも、ね、ギリギリ入って大丈夫なんだよね。賑やかだな、やっぱスーパーがあるから賑やかだな。あ、19号なんだよ。こやだ、交通量多いわ。多いね。いや、はい、終わり。川中島です。